私が守るわ。私が守るわ。後悔をしているのかエロザリア、君が彼女をこんな目に遭わせた。ティリアを返して。いいぞ、怒るがいい。君の意識を怒りに支配させ、その心と体を君の中にいる猛獣に明け渡すんだ。ミリアよりも優秀な餌になる。早く出てきなさい。出ないと全部壊しちゃう。へい、パブ。やっは。へい、は。やっ、へい、へい。やあ。やっ。ロザリア、落ち着きなさい。あなたが興奮するほど奴の術中にはまっているのよ。でもエリアがもう嫌いなんて。よく聞こえるぞ。何かが砕かれ、ゆっくりと深淵に落ちていく音が。あんた狂ってるわ。君の攻撃も弱々しくなっているよ、テレサ。やはり手が出せないのだろう。君は優しい学園長だ。彼女は何の罪もない少女だからね。何これ。テレサ、カカリア、戦術機構はそう長く持たないわ。ロザリアを連れて撤退して。
できるだけ時間は稼ぐから。いや、ま、お互いいろいろあったけど、お願い、あの子を助けて。いいえ、カカリア、私が助けるのはあの子だけじゃない、あの子たちよ。ロザリア、落ち着いて聞いて。テレサちゃん、あなたの嗅覚は私よりも鋭いからきっとわかるはずよ。リリアの気配はまだ消えてないわ。しっかり感じて。かなり弱いけど、彼女は必死に助けを求めているわ。だけど、あいつのものとは違う。リリアの甘い匂いがする。リリアの気配があの怪物の体からにじみ出てる。わかる、リリアがどこにいるかわかるわ。ハイヘビはリリアを飲み込んだけど、短時間で彼女を消化することはできていないのよ。この機会を逃しちゃダメよ。あいつの外殻を切り開いてリリアを助けましょう。じゃあ、あいつを粉々にしてやるわ。衝動的に動いちゃダメよ。チャンスは一度きり。失敗したら逆にリリアに危害を加えるわ。いい？話をちゃんと聞いて。これはあなたと私で成し遂げないといけないことだから。私がアシュビンを全力で押さえつけてその行動を封じるわ。ノザリアはリリアの正確な位置を突き止めて、アシュビンの動きが止まった瞬間、その外角を寸分の狂いもなく切り開くのよ。何それ、そんなのできないわよ。普段そういう細かいことはリリアがやってるし、私は破壊するのが担当だもん。ロザリア、今ここにいる人の中でリリアと心を通わせることができるのはあなただけよ。あなたとリリアは最高のパートナーでしょ。自分を信じなさい。リリアもきっとあなたを信じてるはず。でも分かった。じゃあお願い、テレサちゃん。舞台はもう整ったわ。ロザリア、好きなだけ暴れなさい。あなたの一番大事なステージを完成させるのよ。血騎士、あなたにまだ力が残されているなら今ここに全てを解き放ちなさい。私たちは負けられないのよ。あなた、あんた、お、なん、あの、ロテレサちゃん、血騎士、あなたにまだ力がの
エリア、こ、いき、お、何か、あの子、ケツ騎士、あなたにまだ力が残されているなら、今ここに全てを解き放ちなさい。あたくし、どういうことだ。この姿はまだ見たことないようね、ハイヘビ。あなたの情報網をそろそろ更新しないとね。私の時間では誰も勝てないのよ。闇に飲まれなさい。ロザリアのために機械を作ってあげないと。あと、もう少し。動きが止まった。ロザリア、今よ。開いてる。後ろが開いてる。やっぱりピリアがそばにいないと少し緊張する。少しだけだけど。テレサちゃんが戦ってる。正直できるかどうかはわからない。チャンスが一回しかないって思うと、尻尾が思わず震え出すけど。でも、できるかどうかと、やるかやらないかは別よ。ブローニャだったら、きっとゼーレを助けるはずだわ。私だって、負
けたくない。私にはリリアが必要だし、リリアにだって私が必要だもの。ロザリア、今よ。来る。来た。眠り姫、力を貸して。リリアがいなくなったら私すごく寂しいもん。喜ぶのはまだ早い。攻撃は想定済みよ。星になれ。テリアのバカ、起きる時間よ。あんたの負けよ、ハイヘビ。おかしな真似はしないでちょうだい。読みが外れた。テレサ、君のことを過小評価していたようだ。しかし、最終的な勝者が誰になるかは、まだわからないよ。自爆したの？あいつ、一体。僕がいない間に、いろいろと解決したようだね。あ、アインシュタイン博士！テレサさん、心配をかけたようだ。アインシュタイン？カカリアさん、この危機が去った後、いろいろと決着をつけなければならないようだ。しかし今、僕たちの利害関係は一致している。海炎城の全部隊の指揮権を僕に、天命のバルキリーの攻撃を阻止するには戦力が必要だ。わかってるわ。相互利益ね。頼んだわよ、博士。まずは君の娘たちに君の手当てをしてもらうよ。あとは、僕たちが何とかする。漁師の海の中は、僕たちが予想していたよりも、はるかにまずい状況かもしれない。そこまでだ、サクラ。引くのじゃ、ケビン。わらわは自分が何をしておるか分かっておる。僕も分かっている。だから君を止めるんだ。サクラ、取り返しがつかなくなる前にやめるんだ。君のしていることは、人類を裏切ることと同じだよ。人類を裏切る？リンは無実じゃ。あの子は何もしていない。勝手にあの子を危険だと決めつけ、監禁するなぞ許さん。リンの体内から、特殊な崩壊エネルギー反応を検出した。紛れもなく、彼女は第十二律者だ。崩壊エネルギー反応が何じゃ。何時もわらわも、
体に崩壊獣の因子が入っておる。しかしわらわたちは人類を守る融合戦士じゃ。リンには症状がない。彼女は力を制御できるのじゃ。人に危害を加えることはない。なんじら、なんじらがあの子の人生を奪うなど許さん。さくら、気持ちはわかるよ。でも、第十一律者の力は、皆の想像を超えていた。誰も厄災があんな形で降臨するとは思っていなかった。あれほどの損失を、二度も耐えることはできない。凛の状況は特殊だが、監視をしなければならないんだ。メイ博士の判断を信じてくれ。メイ博士は信頼できるが、火を追う側は信用ならんのじゃ。あの者どもが今までどういう目でわらわたちを見てきたか、ケビ、何時も分かっておるじゃろ。わらわはどうなろうと構わん。だが、リンが奴らの手の内にいることだけは無視できぬ。そこを引くのじゃ。サクラ、火を追う側には、君の力が必要だ。僕たちには君が必要なんだよ。君を傷つけたりはしないけど、君をここから先に通すわけにもいかない。ケビン、長い間共に戦ってきたの。わらわの本当の能力を何時は一度も見たことがないじゃろ。警報。彼女たちじゃない、他の会が襲撃を受けているのか。まずい。ケビン、どこにいるの？出撃をお願い。メイ、どういうことだ？律者が覚醒したわ。追ってこなかったのは先ほどの警報のせいか。何があったかは分からぬが、言ってくれてよかった。できるだけあの男とは正面衝突したく。あっ、桜お姉ちゃん。敵は見えないとこ。はっはっはっ。敵は見えないところにおる。姉ちゃん、はっはっはっ。敵は見えないところにおる。封印解除。消えよ。え、寝取りなは。このゾンビたちは基地の人間じゃ。一体何が。どうしたの？何が。力を抑えられない。どうした？答えようぞ。
このようにゆったりと休憩するのも悪くない。はっ！はっ！寝足りないの？えっ！この一撃で勝負を決めようぞ。消えよ。ゼール、目を覚ますのじゃ。ゼール、さくら、お姉ちゃん、ゼールを。よい、ゼーレ。何時が無事ならよいのじゃ。ゼーレは、何を。何時の体内の精魂に少し異常があった。先ほどの騒動と関係しているやもしれぬ。しかし、今はもう大丈夫じゃ。ゼーレ、また暴走したんですね。ゼーレ。力を持つことで自分を責める必要はない。いつかそれは、何時の一部となるのじゃから。でも、ゼルはお姉ちゃんみたいに、強くはありません。誰にでも守りたいものはある。それは強さとは関係がないことじゃ。どんなに弱い人でも、自分の大切な宝物を守ることはできる。ゼーレも、何があっても失いたくない。何を犠牲にしてでも守りたい。そういう思いがあったのじゃろう。その瞬間、何時はこの世界で最も強い人じゃ。さくらお姉ちゃんはいつもこんな気持ちで、リンを守っているんですか？姉と妹、皆こういうものじゃろ。ゼーレは、ずっとその言葉を心に刻みます。さっきは、一体何が？精魂が完全に制御を失ったのよ。私もその力を止められなかったわ。あなたがそんな風に怖がるなんて、ここには一体何があるの？わからない。でも、身の毛もよだつほど恐ろしい何かが、ここにいる。さっき急に、とてつもない怒りと、そして、悲しんでいる感情を感じたの。この世界の泡、一体どうなってるのかな？地下31階、33階と2つしか変わらぬ。もっと早く。簡単な任務じゃない。はっ！はっ！はっ！
敵は見えないところ、はっはっはっ、戦いに適した日和じゃ、はっはっ、承知した、今目的はっはっ、寝足りないの、敵は見えないところにおる、敵は見えない、はっはっ、寝足りないの、承知した、はっ、また危ない橋を渡るのか、えっは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 っ、消えよ、えっはっ、寝足りないの、自分の身を守るんじゃ。わらわはリンを探してくる。あの子を連れ戻ったらここを出るぞ。早く、もっと早く。リン、どこにおる？あった。769、767。リンの部屋はこの先じゃ。には時間が必要なら、ゼーレが時間を作れ。戦いに適した日和じゃ。敵は見えないところにおる。はっはっはっ、承知した、今目的地に向かっておる。寝足りないの、え、敵は見えないところにおる、はっ、ふっ、は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 っ、消えよ、you
さくら。メイ、ケビンだ。地下33階のゾンビは全て片付けた。お疲れ様。他の階のゾンビも全て消滅したわ。いつしゃ本体に反応は？異常はないよ。まだ危機を脱したとは判断できないわ。観察を続けてちょうだい。応援ももうすぐ到着するわ。わかった。何をするんですか？桜お姉ちゃんを傷つけないで。彼女はただ無実の妹さんを守りたかっただけです。第十二律者の能力は死亡した瞬間に空気感染する侵食性ウイルスを大量に撒き散らすことだった。僕たちの知らないうちに基地の軍人が勝手に彼女を殺し、それで律者を呼び起こしてしまった。このゾンビによる襲撃もその彼女が起こしたものだ。サクラは間違っている。リンは本物の律者だよ。サクラは自分の行動に責任を持たなければならない。でもそれはリンの意思じゃないです。軍人たちが彼女を殺さなかったらこの悲劇だって起こらなかったはずです。たとえ軍人たちを止めていたとしても、いずれ他の人が、他のことが彼女の命を奪っていた。リンが律者として選ばれた時から彼女の結末はもう決まっていたんだ。これが崩壊だよ。少し待ってくれ。今行く。第十二律者、自我を持った究極のウイルス、これが侵食の律者の本当の姿よ。通信システムもダウンしたか。どういうこと。部屋の扉が全部閉まった。サクラを連れて安全なところまで行くんだ。律者の攻撃はまだ終わっていない。リンはまだ生きているのか。ケビン、あの子はどこにおる？サクラ、何をするつもりだ？あの子に会いに行く。バカか。彼女はもうリンじゃないんだ。サクラ行かないで。ゼール、そこは危険です。桜お姉ちゃんは危険だから行くのじゃ。何時はわらわを止めない。そうじゃろ。リンはきっととても寂しがっているはずじゃ。あの子は寂しがり屋じゃからの。あの子にはわらわが必要じゃ。冗談はよせ。リンはもう死んだんだ。やめろ、サクラ。ゼール、すまない。
わらわたちの旅はここまでじゃ。ゼーレが姉君と再会することをわらわは願っておる。行ってしまったよ。彼女を助けないと危ないです。いや、その必要はない。ケビン、やったわ。リプシェが罠にはまった。遠隔プログラムのおかげで彼女をメインシステムに捉えることができた。あとは彼女を箱に封じる方法を考えるわ。ケビン、どうしたの？聞こえる？ごめん、メイ。少し時間が欲しいんだ。野暮用ができた。それと、ゼーレか。リツシャを封印したよ。最後、リツシャの活動に原因不明の乱れがあったと彼女は言っていた。その機会を彼女は見逃さなかった。ああ、それでよい。リンと共に最後の一瞬を過ごせた。最後まであの子はわらわの妹じゃ。姉としての誇りを守れた。君は最後まで後悔していない。それで十分だよ。ケビン、一つ頼みがある。聞いてるよ。ゼーレを、彼女をわらわたちの故郷に連れて行ってくれ。桜の咲く広場に連れて行くと約束したんじゃ。頑張ってみるよ。桜、お姉ちゃん。ゼーレ、悲しむな。どうすることもできないことは少なからずあるのじゃ。しかし汝には守りたい相手がいる。汝とその者が共に桜の木の下に立つとき、この世界は相変わらず美しいと。汝の世界にはまだ希望があると気づくはずじゃ。ねえ、桜お姉ちゃん、桜お姉ちゃん。ヘクトールは王国が陥落することを知っていて、アキレウスも自分が死に向かっていることを理解した。しかし、二人は後ろを振り返ることなく、戦場に向かった。
この最初から悲劇だと決まっていた物語では、誰もそのことに迷ったり、動揺したりしていなかった。彼らがそうあったように、僕たちもそうである。え、何？彼女の遺体を故郷に連れて帰った。しかし、そこにたどり着いたとき、僕が目にしたのは、何もないハイドだった。律者は地下の格納庫を掌握してミサイルを発射し、人類に残されたたった3つの都市を破壊した。僕はハイドと化した広場に立った。僕の目には一片の桜も映らなかった。燃え尽きた大地に立ち、僕は彼女に、全ての人々にそう約束した。どんな対価を支払おうとも、必ず人類を崩壊に勝たせると。準備はできたか？燃えなさい！スイ！ヤッ！トン！ヤッ！トン！燃えなさい！ヤッ！トン！フッ！ハッ！トン！ハッ！フッ！トン！ヤッ！トン！スイ！トン！フッ！せい！ふっ！や！ふっ！はっ！せい！たん！はっ！たん！せい！たん！今こそ、裁きの時。死の準備はできたか？せい！輪廻無尽！や！センセール天！たん！や！スイフッタンセフッヤタンヤフッタンヤハッタンスイハッフッ。今こそ裁きの時。準備はできたか？燃えなさい！トン！ヤッ！ゼッ！トン！ヤッ！今こそ、裁きの時。ハッ！フッ！スイッ！ハッ！輪廻無尽！ヤッ！スイッ！フッ！私こそが崩壊の決心。
私が可愛いと思う？今週はよく頑張ったわね。その調子でお願いね。班長、私が漫画を読んでたことは内緒だからね。館長、ちょっとかがんでくれるかしら。私もなでなでしたいの。こんなことあ、ちょっと変な感じになってきちゃった。館長は私が可愛いと思う？ここはちょっとかゆいわ。館長は私が可愛いと思う？館長は私が可愛いと思う？ちょっと眠い。私と一緒に寝る？私が守りたい人の中に館長もいるのよ。館長、ちょっとかがんでくれるかしら。私もなでなでしたいの。今日の任務を全て終わらせたの？よく頑張ったわね。
血騎士、あなたにまだ力が残されているなら今ここに全てを解き放ちなさい。私たちは負けられないのよ。
We'll be right back.